線の上に緑線。白線の上に緑線。こんなところにもあるんですね。でしょ。うん、白線の上でこれ車くるくるまでの間の緑線。かっこよくないこれ。これ見つけた時感動したもん。あ、ここも固形のスポットですか。そうです。だから車が来てない間だけしか見れないんだけど、確かに割れて、はい、そこに苔がすごい。そっか、でも線の中にあるから踏まれることもそんなにないってことですか、うん、だんだん分かってきたね。ほら踏まれないのこれ。まああとほら道路だから、はい、車とかこっちで、そういうことですよね。で人もそんなに歩かないし、歩かないし、それを思った時にこれ美しいでしょ。白線の上のこの緑線。ここだけですよ、多分。工事して割れてるとこここだから。ただこの環境。白線の上の緑線。これを伝えて。はあ。車来た。